高知の皆様こんばんは。心に響くぬくもりの声、ビタミンボイス、三山ひろしでございます。この度第74回 NHK 紅白歌合戦出場決定しました。ありがとうございます。三山ひろしさんは1980年南国市生まれの43歳。2009年にデビュー後、2015年に紅白に初出場。今回で9年連続です。今日は新潟で、あの年末のステージにまた立てると思ったらじゃんと嬉しい限りでございます。私ですね、9年連続9回目ということでございますからね、本当に皆様の応援なくしてはあのステージに立てるということはありませんので、本当に皆様と共に歩んできた、そういう道のりの果てにですね、こうして出させていただけるということが決まったわけですから、もう本当に喜びを分かち合いたいなというふうに思っているところでございます。15周年イヤーの今年最後をですね、こういった形で飾れるというのは本当に嬉しいことでございます。一体何を歌うのか、これはまだ決まっておりませんけれども、ぜひともですね、注目をしていただきまして、応援をよろしくお願いしたいと思います。年末はちゃんと頑張る日、よろしくお願いいたします。三山ひろしでした。